このダンサー実は2ヶ月前まで期待されていた中日ドラゴンズの選手でした。で今年は特に試合数が少なかった印象があったんですけど、何かあったんですか？今年は前半戦キャンプインして動画で肉離れして、はあ、そこでこうかばってやりながらとかやって、結局3ヶ月3回肉離れして7月にやっと復帰したんですかね。はい、で調子いいと思ったらコロナになっちゃって。そうか、全部パーになっちゃいました。あ、なんかその悔しさをぶつける場所もなかなかないですもんね。だから今日ぶつけました。なるほど。今回登場いただいたのは元中日ドラゴンズ滝野要さん。エンジンでの独特な掛け声で話題になり、戦力外通告を受けてすぐ YouTube を配信するなど新時代の野球人でありつつ、一軍でもプレーしたその守備はさすがの技術でした。本日は人生初の軟式でのロングティーに挑戦。逆方向への手話なバッティングが特徴でしたが、どんなバッティングを見せるのか。打席どの辺だったの？やばいです。みんなここら辺中で、まあ、そうですよね、まあ、これぐらい上げてたじゃないですか。はい、詰め詰めで、しかも前、はい、遠くなるのが嫌なんですよ。うん、なかなかキワキワのとこってボール球にしか。ああ、真逆に。でも、だ回転するだけは得意だから。あ、なるほど。そっちが得意だから、はい、そっちは潰しちゃって。はい、そうやったら外ばっかり投げてくるんで、はい、だったらもう、だから、あの逆方向へのヒットってそういうことから生まれてたんですね。外ばっかり来るんで、外っていって。怖くなかったですかね、プロの打ちとか。ガンガン来るじゃないですか。当たったさ。わー怖っ。あれってもう、なんだろう、瞬間芸なんですか、やっぱりこうパーンってリリースして白球が近づいてきてると思ったらもうバーンっていう、まあ、やっぱ入ってくじゃないですか。はい、どっちにしろ、はい、なんでも入ってくんで、もう気づいたらもうここにあったら無理っす。やっぱそうなんだ。大学から入ってきて徐々に慣れていけたんですか？スピードとそしてキレとかはやっぱ違いましたし、毎日やってたんでそこは対応して対応できましたけど、どうしても飛距離だけはもう出ないです、僕は。はぁ、なんかロングティーする前にもうちょっと貢献かけてますけど、僕はマジで飛ばないです。終わりました。未だかつて飛ばさない元プロはいませんでしたが、確かに滝野さんの長打は見たことがあまりありません。戦う顔でいざ。あ、やばい。何球は難しい。あ、危ない。あ、現役っぽいっすよ。おぉ、うぇーい、97m 飛びました。ゴーンヌ飛ぶじゃないですか、やっぱ。おぉ、飛ぶっすね、割と。おぉ、連発。すげえ。かぶせましたね、割と。カマドのバッティングセンター効果効いてますわ。あ、アクト、アクト、はい、行きました、アクト。あの、屋根が低すぎて、全然わからんっす、本当に。僕の選手、はい、僕の選手時代。もうピッチャーラインなんかもう足元しかもう。いや、そうそう、はい。あそこでやっぱりピッチャーの足元の打撃身につきましたから、僕。こじんまりしちゃう。結果プロいけてないから。おーい、結構こっちなんですか？お円通。結構あの、手首でやった。結構僕らの時って、学生の時からもう上から叩けたら、はい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 、こう、今って違うじゃないですか。はい、下からですね、こう、縦振り、うん、レベルとかね、そんな感じじゃないですか。はいはい、川崎さんに今年上やってたんですか？はい、上さん、はい、こう打つなんて言われて、あー、片手の T ってこういう。あ、なるほどなるほど。はい、ここら辺に置くんですよ。ああ、高め打ちますよね。そうそう、あれ高めって言うかないっていう。ここやっとったら普通にまっすぐ行ったやつこういうスイングするんですよ。うんうん、はいはいはい、っていうのをやった方がいいよって言われて、僕もちょっと変えました。うわ、ドライブ、ナイドライブ。悪くないんでしょうね、そのドライブって。ドライブ悪くないらしいですね。
うわはぁこすったっす。それでもあそこまで飛ぶんだ。いやもう恐れ多いですけど、滝野さんやっぱプロっすね。いや、みんな飛ぶでしょ。いやいやいや、あんな感じの高い打球であそこまで飛ばすっていう、しかも軟球って潰れて空気抵抗もろに受けるんで、はい、高く上がれば上がるほどやっぱ飛ばないんですよ。そうなんですか。公式の時と、はい、今の打ち方って違います。いや一緒に言ってます。一緒。多分逆にこう面で入れてるんで、だから割といいんじゃないですか。こうやっぱきっちょで余計に話し切れば分かんないですけど、はいはいはい、ちゃんと当たらないような気がするんですよ。まあ、そうですね。話し切れば違ったらこう面でこう押していくような感じですか。あ、入る世界間違えた。入る世界間違えました。そんなことはないでしょ、さすがに。あ、20万。でも、ビジュアルも含めて、あの、稲葉さんみたいな運びしますよね。あー。おー。うわっ、これやばい。うわっ、これやばい。これやばい。うわっ、だった。これはやばい。今の一番良かったですね。あんまりプロでは見たことがない。これバンテリンでも入ってます、今の。バンテリンでも入ってます。入ってます、入ってます。練習では割とホームラン出るんですよ。そうですよ、ね。いや、そう、プロのバッターのすごいとか、そこ、やっぱ試合で、例えばシーズン一本も打てなかったとしても、練習とかで、やっぱね、ボンボン柵を打つ。これがやっぱりアマチュアとプロの違いです。大島さんとかでも、ホームラン。うん、ぐらいしか打ってないんですけど、はい、やっぱ飛びますよね。入ります。うん、滝野さんはバッティング練習とかどんな意識で打ったんですか。僕はもうやっぱホームランとかって気持ちいいじゃないですか。はい、バッティング練習でそんなことやったら試合で打たないですよ。やっぱそれで怒られる。まあ気持ちよくバッティング練習をしたら試合で打てるとかね。まさにそうです。もう一本だけパーンって入れたいです。パーン、あかん。ダメだ。アーチスト。円通にはなった。割と上がりますね。めっちゃ上がりますよ。これを機に僕アーチストを目指します。あ、ごめんなさい。フェア。フェア、フェア、フェア、フェア。今のは実践的でしたね。はい、そして。よし。お、見失った。失速。あれが滝野。あれが滝。あれが滝野。今。上がる。あと一歩。はい。何回もありました。はい、いい角度で上がるんですけど、もう一歩。上がります。まあ、なんかそこじゃなかったですもんね。滝野さんが生きていく道はです。まあそうね、そうね。ちなみにドラゴンズベンチってあまりこう盛り上がってる印象ないんですけど、そういうなんかこうフェンス手前とかで。アウトになって戻ってきた時って何かいじられたりするんですか。いや、もう帰ってくるじゃないですか。はい、帰ってきたーって。そんな甘くねえよって。そんな甘くねえよ。誰とは言わない。そんな甘くねえ。先輩厳しい一言。でも愛はあるかもしれない。愛はある。あ、おお、いたいた。これ、あー、ボケた。おい、ゴーン。よくも悪くもなすね。あ、わかりました。はい、勝負。はい、本当の練習実践が。そうなの。セカンドフライ。お前変なこと言うからだよ、お前。野球人生は。これが滝のハッシュタグつけて、もう、ちょっと、もう一伸びとか、もう一押しってなった時、これが滝のハッシュタグ。トレンドになっちゃうかもしれない。トレンドになる。素晴らしい。いや、ありがとうございました。いや、こういう最後決めきれないところが僕の野球人生で。いや、楽しい顔してくれてよかった。いや、本当に。めちゃくちゃ楽しかったっすね。よかった。ユニフォーム着るのも本当にやめてから無理なので、まあ、割とキャッチボールもね、うん、最低限してましたよ。いや、そうそう、まあ、これからちょっと野球したいなという気持ちに、はい、今日なりました。いや、はい、よかった。やっぱり野球やっててほしいですよ。そうだよ。釣りもしてほしいですけど。そうだよ。野球してる滝野さんをみんな見たいんで。そうですね。いや、結構言われるんですよ最近。
野球好きで見てんのに、なんで野球やらないんだっていう。はい、ああ、それは。待っててくれてるってことですよ。はい。まあ、確かにそうですね。あ、そう、滝野さんの野球してる姿をみんな待ってる。逆にね、違う一面だって見せたっていいと思う。そうですね。それをやりすぎたっていうと思うんです。はい。最後、一言ありますか一言ですね。はい、食さん TV をぜひぜひあのご覧の、滝野かなめのことをまだちょっと、今日初めて見ましたよっていう、はい方。はい。どうも、滝野かなめと申します。はい。はい、もう野球やめましたけど、プロ野球は、ちょっと、よくわからないチャンネルをやっておりますので、はい。ぜひ皆さん、僕のチャンネルも、よかったら見てください。はい。はい、ふざけております。全力でふざけてますもんね。はい。なるほど。じゃあ、締めが取り今日も締めはカニダンス。一回もやってないですか一回もやってない。その何回も、いや、もう、はい、面白い。やりますか、まあ、全然。ちょっと本人もやりたそうでしたので、あのエンジンで見せたカニダンスを披露してもらうことに、温かい目でご覧ください。どうも、ダニオでございます。今日モノマネの方させていただきます。滝野ですよ滝野、この前さ、ヤドカリさんをさ、見つけたからさ、海に返そうとしたんですよそしたら、そうそうそうチョココレートだったんだよあーい、つい待ってよ、よ、滝の、よ、よ、滝の、思い切りやったっすよ。いや、でも別に恥ずかしいのはないですけど、そうですね、ちょっと1ヶ月のブランクがあって、ちょっと全然ダメでしたね。エンジンやるとき、ちゃんと、その日の前の夜に、ちゃんとダンスとか練習してから行くんですよ。なるほど。ちょっと突発的で。すいませんでした。いやいや、とんでもないです。こっちが言いました。いやー、ちょっと、ミスったっす。バンテリンで凡退した後より悔しがってる。僕、二軍抹消されるより今日、セルフ抹消。自分で抹消しますか。これ抹消すわ。お前二軍行けになりますわ。はい、ファミコンの、モエロプロ野球の初期バグでですね、はい、どこ投げてもボール球やのにそれが全部初期バグでストライクになるっていうね。ピッチャー。最高ですね。こっち使ってください。最高ですね。最高です。